え、通知来た時やっぱびっくりした？ご配信かと思った。ご間違える配信かと思ったかな。そう、結構素が出たのかな、わかんない。どうだったんだろう。もうね、あの時の自分わかんない、忘れちゃった。もう真剣よ、真剣。ランキングをすぐ手元にあったあのワンピースの自由帳に書いて。びっくりした。どうしてかと思った、間違いかと思った、何かあったかと思った。やっぱそうよね、2回連続配信しないもんね。通知来たらランキング読むと思う。えー、すごいすごい、何、未来が見えていたね。なんていうの。楽しかったんだね。そう、終わった時お母さんにも言われた、なんかすごいいつもより笑って楽しそうだったねって。いつも楽しいけど昨日はなんかいつも以上に笑ってた。本当に久しぶりに皆さんと、なんだろう、近くで感じられた、なんだろう、伝わるかな、伝わんないよね、私の語彙力がないからちょっと難しいな。そう、当たった方一人一人のことを考えて書く時間があったから、すごい握手会の時と同じ感じでした。メッセージ書いてからランキング読みはないと思ってた。本当に、こんばんは、こんばんは。忘れ物を取りに来た感じ。そう、昨日はね、さやのことは何でもお見通し、さすが。じゃあさや検定一級だね。すごいね、言いたいことは伝わる、よかった。身近に感じたのかな。そう、今日もいい顔してた、本当に。まあ確かに好きなもののね、ことをやってるとやっぱ出るね。2日連続の神配信、そう言っていただけて嬉しいです。試験さん、山形県の住民さん、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。ありがとうございます。アメトーク今日なの。テレビは本当に最近見てないからわかんないんですよ、何がやってるの。ちょいちょい幼虫。そう、でもギリギリ全部は見えない、土までしか。ものづくりしてる時目がキラキラしてた、ありがとうございます。嬉しいね。会ったことないから当たっても書くことなくねって。そんなことないよ、そんなことないよ。配信やメールとかハッシュタグでもちゃんと見てるから書けますよ、私は。書けますよ。そうよ、そうよ。じゃあ SK ファミリーの解放届きまして、興味持って拝見して、嬉しい、ありがとうございます。 YouTube まさやかです。カブトムシが昆虫の中で一番大好きです。多分見て伝わったかもしれないけど。あ、そう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 、そうだそうだ、鳥貴族芸人ってやってるの、今日。今日なの、本当に曜日感覚が狂って、分かんなくなっちゃう。もう一回見せておく、ちょっと待って、平気平気。今日私のやりたかったことを見せます。ちょっと苦手な方、虫が苦手な方はちょっと今目を塞がってください。塞いでください。いいですか、いきます。これです。どうですか、私の作ったお菓子なんですよ。お菓子で作ったカブトムシの幼虫のお菓子ですよ。終わりです。
目を伏せた方大丈夫です。可愛い、ありがとうございます。可愛いよね。もう愛着が湧いて、これ土お家にいるこの子たち食べれないかもしれない。飾っておきたい本当に。え、ギャーだって、待って見ちゃった、ごめんね。みんなツイッターどうする？え、ぜひ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 載せてください。私ないから載せられない。そのカブトムシ愛がまた広められないから、まあ、ブログでも書くんですけど、その時は見てください。カブトムシ好きになります。一緒、仲間、どっちが本物でしょうか。どっちもお菓子です。あ、じゃあ中見せないけど、終わったのでこれだけでも。本物の虫が来るも確かに。いまーす。OK かな。撮れたかな、スクショ。OK でーす。これだと中身が見えないので、拡散ってか、うん、載せられるかな。似合う？ありがとうございます。すごくすごく嬉しい。アメージングだって。Thank you。センキュー。次は成虫に、確かにどんどんちょっとねレベルアップしていきたいですね。取れた、よかった。ニヤニヤが溢れ出てる。そうよそうよ、私はもうニヤニヤよ。100点、ありがとうございます。もうすぐメールのお時間ですね。そう、ちょっとパッションフォイルのイベントが始まっちゃうと配信時間が短いから、ちょっと今日はいつもより長めにギリギリの時間までやろうかなって今自分の中で考えてました。でも今日のメールを送りたいから50分に終わりにします。その前にさがなぎ、確かにちょっと頑張ろう。メールを送りたいのでちょっと50分に終わりにします。ごめんね。こんばんは、こんばんは。メール楽しみにしてるね、ありがとうございます。今度はカブトムシ作ろう。作りたい、いいね。最初はあまりうまくなくてもどんどん作っていってうまくなりたいですね。リアルをちょっと追求したいですね。10分で間に合う、多分いけるいける、まあ、今日とりあえず何つうか送って、明日また詳しいこととかは送るので待っていてください。さて、大富豪当番いつだ。待って、当番ってこと知ってるのみんな。それにもびっくりした。え、知ってるの。それならじゃあやる日にちをブログに書きます、明日。え、知ってるの。なん、え、なんで。内緒だよ。そうだよ、そうなんだ。誰かが言ってた。そっかそっか、まあまあまあ、みんな知らないということで。みんないいよ。メンバーは伏せようか。伏せておこう。そっか、誰かがね、風の噂で。じゃあ私がやるときはメール、いやもうブログに書きます。やる日にちを、でやる時間はその日によって違うと思うからメールします。あと大富豪の一言に何時から何時大富豪やるって書くので見てください。そうそうそう。ここだけの話。そう、待って、もう42分、早い。あとちょっとで終わっちゃうよ。みんな言ってる。うん、まあでもみんな
多くのメンバーと当たってメンバーのときめき、ま、かきらめきをゲットするチャンスなので、皆さん やりましょう、やりましょう。お父さんがサーヤのロマンスまで行ったので、ロマンスだよね、うん。いつも忘れちゃう、ダメだ。そう、うよ、そう、目指しましょう、一緒に目指しましょう。いつもそれ忘れてる。え、そうなの、ロマンスってそう、お父さんしかいないから推しメンランキング見ても忘れちゃうの、人たった一人なので、すごいよね会いたいね、会いたい、本当に会いたいよ。一回しか当たらない、嘘、何回か 2,3 回くらい当たってるような気がしちゃう。なんかいつも一緒に大富豪とかやってくださる方、そうなの。早くね、私はナーヤンと当たりたいナーヤンのときめきだっけ、最初欲しいのよ。外川さんも欲しい、西さんはもう一回当たってもらってるので嬉しいんですよそうなの、早く欲しいな。まあ9期全員欲しいけどね、欲しいな、欲しいな。私は西さんと2回だだ、いいな、欲しい。みんな私が欲しいときめきたくさん持ってる、いいなぁいいなぁ。この期間当たるかな、私もメンバーと、メンバーがやってる間私も大富豪を開いて対戦すればいいんだ。でもこの間ナーヤンが配信で大富豪配信してる時に私何もしてなかった時間だったので、私も大富豪やろうと思って1回だけやったんですよ。そしたら普通に当たらなかったのでやめました当たるかなってちょっとねワンチャン思ったんですよ。そしたら普通に当たらなかったので諦めました。悲しい。そのナーヤンの位もその時分かんなかったから、分かってたらもうちょっと狙ってやってたかもしれないナーヤンね、メンバーが狙う、そうよでも嬉しくないですか、メンバー2人入ってる対戦って2つのときめき一気にゲットですよ、嬉しいよね時差との、そうだ、そっかそっか、ニュズーさん花束ありがとうございます。せーのでやってもなかなか当たらない、確かに配信でも何秒か時差があるもんね。何も考えてない時にさらに当たった、あ、確かにその時やるって言ってなかった時だどっちに忖度すればいいか迷う、あ、もう確かに、いや、どっちもどっちもメンバーに囲まれたら緊張する、そう、みんなそう言ってくださって嬉しい、嬉しいね。電波時計見てやらないと、確かに電波時計必要だ、そう、ね、お人当たると緊張する、本当にとりあえずニヤニヤしたら対戦する、一緒や知り合いが赤を立てた、すごっ、赤をめちゃくちゃラッキーだ、大富豪、大富豪また当たりたいね、当たりたい、もうなんか私のカードを入れてくださってる方みんなに当たってきらめきをあげたいですねパパとママパッションファイブクラブ入った、入ってないです、ちょっとねちょっと難しそう家族っていうか、家族って言っても私はもう入っちゃったから2人でのクラブを入る、いやでもねお父さんがね厳しいんですよ、やれるか
だからまずお母さんはあんまりやってなかったから、ログインボーナスだけ全部もらってとは言いましたそう、家族クラブは作らなかったの。そう、家族ってでも基本できるの私とお母さんだけだから。そうなの。伊勢谷さんって運営さんもあいますね、大富豪の方。私当たったことない。名前の色がピンクじゃなくて青か緑だよね多分。そう、ログインだけでもリクエスト券をもらえるから、それは確実にもらうようには言ってます。お父さんにも言いますブルー、ブルーに見えたそう、ログインボーナスだけもだいぶ変わると思うから、皆さん忘れずに。もう私がその都度メールをするので。そう、パッションフードのイベント始まったら、そのことに関してログインボーナスのこととか毎回メールで打っちゃうかもしれない。ごめんなさい、ちょっと許してください、数週間の間はハッピータンこんばんは。ハッピータンはこの部屋、私のお部屋にはいませんいません。ちょっとカブトムシのあのお菓子があるので、今日作ったものなんかやられちゃうと困るのでドアを閉めてあります。あ、本当だ、もうそろそろ時間あと1分だ。教えてくださりありがとうございます。あー、ママの部屋でお利口さん用って来たかわいいかわいい、会いたいすぐに会えるのに、かわいい。そうだ、ハッピータンをあのお風呂に入れてから一回も配信であの出演してないんですよ。明日から15分配信だけど、いつか登場させるので見てください。ふわふわのハッピータンを見せますふわふわのハッピータンを見せますね。でしょ、みんなハッピーのこと忘れないでね。ハッピータンは大事な内山家の一員です。夏の毛に生え変わる。そうだからね、今ブラッシングがすごくすごく必要なんですよ。下にいる9匹かなの猫たちにも。そう、下にいる猫たちの方があの長毛の子が多いから大変ですよ。頑張ろうブラッシング。でもね、私はブラッシングも楽しいからね、いいんですよ。よし、50分になったのでランキングを読みます。ハッピーさん、うちらのアイドル、ありがとうございますありがとうございます。38位リノッツォ。あれ、あー、ナナちゃんかわいい、ありがとうございます。38位リノッツォ。1位ひとり、あ、ちょうど変わった。38位ルナール。1位ひとり、2位ケンパパ、3位グラス、4位わたわた、5位モモベル、6位トモトモ、7位キミちゃん、8位小雪、9位カズヤッチ、10位カブトムシのリン、11位グッサンチ、12位リワータウン、13位リアン、14位フルハウス、15位ナナシ、16位ビスキーカメ、17位ダイブンチ、18位カクフミ、19位カツ、20位リュウ。皆さんありがとうございました楽しかった、今日の配信個人的にすごい楽しい。ごめんなさい、皆さんにこの楽しさを共有できたかちょっとわからないけど、これも私の好きなことなんです。ごめんね、これメールを待っていてください。これリアルなカブトムシの幼虫とかが苦手な方はメール気をつけてください。懸命にカブトムシとか閲覧注意っていう言葉を書くのでメールの返信、違う、メールの写真をババッと見ないようにはい、皆さんありがとうございました。メールを打ちます今から。
たくさん見てくださりありがとうございました。ちょっと見えないけどこれで、ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。